一つも落とせない広島。一回先頭の翔太、巨人の先発の牧原からセリーグ今シーズン8本目の先頭打者ホームランで先制します。さらに広島は4回、先頭の野村に続いて4番の西田が詰まりながらセカンドの後ろへ。送りバントで二塁三塁とし、ツーアウトとなってベテランの山崎隆三。牧原の高めのスライダーをうまく合わせました。二人が帰って3対0、この間に山崎は二塁に進みます。8番達川、次はピッチャーの川口ですが、巨人バッテリーは勝負に出ました。ベテランの活躍で広島が4対0とリードを広げます。先の巨人戦、フォアボールを連発して自滅した川口。今日はコントロールに気を使いセットポジションからの投球です。4回には岡崎からプロ野球34人目の1500奪三振、プロ入り11年目は江夏に次ぐスピード達成です。中日が負けていたし気合が入ったという川口、巨人打線を3発の5安打1点に抑え、結局広島が7対1で快勝しました。さんの活躍でチームに優勝したいという意欲が現れてきたと話す山本監督、試合前のノックも警戒です。1回の広島ツーアウトから野村、巨人の先発宮本からヒットで出ます。今日は4番に座ったアレン、6月4日以来の3号ツーランホームラン。広島はさらに2回にも江藤のホームランで1点を追加し、3対0と巨人をリードします。5回まで広島先発亀石の打たせて取るピッチングに抑えられてきた巨人ですが、6回先頭の河合がバントヒット。ここで広島は2人目石抜き、石抜きは駒田を打ち取りますが腹にフォアボール。広島ベンチは3日前に完投勝ちしたばかりの笹岡をマウンドに送ります。しかし巨人はこの笹岡からブラッドリーがライト線へ、1点を返してなおも3塁2塁です。ツーアウトとなってゴンザレス、2-3からワイルドピッチ、巨人3対2の1点差に迫ります。さらに巨人は7回ツーアウトランナー2塁でバッターは熊田、巨人3対3の同点に追いつきました。9回、広島はワンアウトランナー2塁でリリーフエースの大野に代えて小早川を代打に送り勝負をかけます。期待に応えた小早川、3塁1塁とチャンスが広がります。そして翔太、犠牲フライとなって広島4対3と勝ち越し、山本監督の執念が実った広島。